こんにちは、ジプシークイーンです。今日は初めましての人たくさん、ほぼたくさんなので自己紹介しますと、私たちはですね、アジア10カ国で活動しているバンドです。例えば、全員日本人ですね、全員日本人で、例えばベトナムに行きます、ベトナム語で歌います。ラオスに行きます、ラオス語で歌います。タイに行きます、タイ語で歌いますっていうね、私だけが一番大変なんですけどそういう現地語で必ず歌を歌って、お客さんと一緒に大合唱して盛り上がるっていう、まあ、日本とアジアの友好のために活動しているバンドです。ありがとうございます。わあ、しゃべって拍手もらってしまったで、2008年の、第1回目のベトナムフェスティバルから、ずっとその来日アーティストのバックを やらせていただいてて、あと、テーマソングの Happy to see you っていう会場にも流れてるんですけど、それを担当しています。で、ね、今年はコロナで、来日アーティストがいないんですけれども、明日、ちょっとフィナーレのセレモニーとかで、日本に住んでるベトナム人の歌手の人と一緒に歌おうと思ってますので、もし明日の時間だったらぜひ来てください。次の曲はですね、日本語なんですけど、私たちのオリジナルで、ホーチミンをサイゴンって昔は言いましたよね。それで、サイゴンシティというオリジナル曲なんで、ぜひ来てください。
ます。今の曲ね、ボンフンチョイっていうんですよね。いろんなとこから人が集まるときに、ベトナムの人が歌う歌だそうで、合ってる？合ってるね。私たち、こういうフェスティバルみたいのにも出るんですけれど、向こうで日本人の建てた小学校にボランティアで歌を歌いに行ったりとかもしてるんですね。で、あるとこ、ビンロンかな、ビンロンでしたっけ、あ、ビンロン、うん、ビンロンの小学校に、じゃあ歌を歌いに演奏しに行きましょうっていう時に、急に楽譜を渡されて、その曲がこれだったんです。この曲を今日皆さんと一緒に歌ってくださいって、いきなり行くバスの中で楽譜を渡されて、で、この曲と出会いました。で、本当はね、もっと可愛らしい歌なんだけど、こういう子供が手を叩いて歌う、私たちはこういう風にロックにして、よくベトナムの各地で一緒に皆さんと歌っています。さあ、それでは、最後の曲です。これもベトナムのロックで、私たちも共演したことがある、マイクロウェーブっていうね、すごいかっこいいバンドがあるんですけど、その曲をいきたいと思います。ティムライ。